ね、もしいなかったらそういう政治家、私たちの有権者、一票一票の声を彼らは聞くんですから、ね、政治家にどん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 働きかけて民衆変えましょうよ、ね、だってさ、俺思ってもだって俺たちが世界を変えられるって思ってないの。けどこうやってバカみたいにこうやってやっててチラッと聞いた人がもしかしたらすげえ才能あるとかさ天才みたいなやつってさ、そいつが変えてくれるかもしれないじゃん。だからそいつに変えてほしくて、きっかけっていうかさ、なんかなんかのきっかけでね、うん、本当そうですね。緊急事態条項もうこの2時間やそこらじゃ語り尽くせないぐらいの問題がありすぎます。本当にコロナ一つにとってもそうですし、過去を遡れば郵政民営化とか PPP とか日米 FTA とかね、今日は話せなかったこともたくさんいろいろあります。それは私たち今いる大人が政治に無関心だったから、だから今こんな世の中になっちゃったんです。それでも世界はでかいさ、素顔のまま飛行機乗れなくても OK、 それでも未来明るいさ、与えられた自由は失われても生きてませんませ、俺なりのやり方で生き抜く時代は迷路のようで、平凡な君こそ冒険だね。やってませんませ新しいやり方で、君は不滅の魂さ怖がらないで、さあみんなで踊り倒そうぜ。ねえ、本当政治の話になるとなんかみんな喧嘩しちゃうんですよね。え、私はそんなね喧嘩しないけどね、ちょっとした思想の違いだけで喧嘩する、これもったいないじゃないですか、ね、みんな仲良く、ね、世の中変えたいという思いが一緒なんだと、少しの違いは超えましょう、私たちの生活のためです。ね、私たちの生活のため、政治イコール生活、政治が良くなれば生活は変わるんです。ありがとうございます。どんどん拡散してください、どんどん拡散してください。私たちは見て物で見て物、ね、どんどん拡散してください。ありがとうございます、ね、政治イコール生活、政治が良くなれば生活は良くなるんです。私たち大人が政治に無関心だったからこんな世の中になっちゃった。でもね、幼稚園 OK、 それでもやってみればいいさ、全部なんて人と意見は合わないとしても、Okay、 それでも愛は消えないさ、今無断統治されていても生きてませんませ、それなりのやり方で戦う世界は電波の海、スーパーシティなんて上等だぜ。やってませんませ新しいやり方で、みんな不滅の魂さ諦めないで、さあみんなで夢を語ろうぜ。ねえ、ほんとどうせ国会議員なんかみんな裏で手組んでるんですから、私たちが思想で分断されたらもったいない、ね、手をつなぎましょうみんなで、ね、ここにいる通りを通行している歩いている方々も通る、ちょっとでも政治に関心を持ってくだされば、ね、本当にありがたい、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、本当そういうような拍手の本当に私たちの力になります、ね、どうぞ。